一生抜け直らんよ。頑張れ。何やってるんだろう、全然わかんない。ただいま。あ、ごめんなさい。ぼやっきーさん、ありがとう。あやとくん、お疲れ様。ありがとう。はしもっちゃんち、よしーパパ、ひろしげさんも、ありしげさん、ありしげさんでした。ありがとう。ありしげさんって誰。早く、ね、今夜は早くね。え、イヤリングかわいいよね。よしーパパ、はしもっちゃんち、あやとくん、ぼやっきーさん、ありがとう。レイベンさんも、ピースさんも、クロさんも、ありがとう。ジャバパンさんもありがとう。これからあと、あの1個目の楽しみな予定が、あ、寂しくも終了してめっちゃご機嫌なんですけど、あのすごい楽しかったの。そう、どっちが切ると爆発止まるんだよ、こっち。クロさん、ありがとう。ジャバパンさん、そう、ずっと工事してますね。ヨウくん、かわいい、ありがとう。アッキーさん、ありがとう。たい焼き、内首隊員さん、大丈夫そう、ありがとう。ゆうゆうゆうのよさん、貝柱さん、アッキーさん、ありがとう。ヨウくん、タイムファイヤーさん、アッキーさん、リュウセイさん、みゃんこ先生、ウィーンさん、レイベンさん、ありがとう。なんとさっきは3期生の石原ゆうなちゃん、ゆうなんとかき氷に行ってきました。もう嬉しくて。ゆうなんはなんか3期生私の後輩なんですけど、あの私ゆうなんのバイト先に瀬戸チャレのロケで行って、ゆうなんと出会って、でそれで ST48 の存在知ってくれて、でその頃ちょうど STU のオーディション中で、それで帰ったら、帰ってあの STU のこと調べてくれて、そしたらあのオーディション中っていうのを知ってくれて、オーディション受けてくれて受かった子です。すごいでしょ。そうと、ゆうなんとかき氷に行ってました。ゆうなんはめっちゃ話しやすかった。そう、岡山県出身の子、なんかお待ち堂、岡山県にお待ち堂っていう、あのあれがあって、あのかき氷屋さんがあって、ゆうなんはお待ち堂さんも食べたことあるみたいな感じで、それでえ、なんか私さ、かき氷食べたからかさ、ちょっと一回り可愛くなってない？さっきはなんか私全然今日メイク盛れないなと思ってたんだけど、さっきの配信中はで、最近可愛くないなと思ってたけど、え、かき氷食べたからかな、私ちょっと可愛い気がする。どう？可愛くなったって思ったでしょ。え、やっぱかき氷食べたら私さ生き返るんだ。なんか来た。なんなんさん、ともさん、ようくん、ピーガールさん、こうぐしさん、ありがとう。本当に可愛い。そう、かき氷で可愛く、え、なんかちょっと可愛い顔してない？前はなんかみたいな感じだったけど、え、今はもうほら。古代優作さん、ありがとう。草原の住人さん、ありがとう。そう、え、違うの、実はね、今回はメイクさんが、メイクさんが紹介してくださった、アイムスノーっていうあのかき氷屋さんに私も行きたかったし、ゆうなも一緒にお出かけしたいって言ってくれて、じゃあ一緒にかき氷行こうよってなって2人で行きました。そう、アイムスノーっていうのは元フレンチシェフ、元イタリアンシェフ、元フレンチシェフかな、フレンチシェフが手掛けるなんかかき氷なんですけど、広島の本当本通りらへんにあるんですけど、ちょっとあの期間限定だし、なんか営業時間もすごい短くって、土日月しかやってなくて、12時から15時しか空いてない、本当あの特別なかき氷屋さんに今日一緒に行きました。嬉しいよね。高尾さん、ありがとう。はしもっちゃんち、こうぐしさん、ありがとう。え、かき氷でなんかちょっと3回りぐらい可愛くなってるよね。え、本当？
でも口角上がった。ロビーさんありがとう。削りかまぼことちゃんとしたかまぼこぐらい違うってやった。元からも可愛かった。コウジさんありがとう。そう前言ってたところ、そうのりみおさんありがとう。シルダルガクさんハート。でもねこの後もまた楽しみなお役目、お役目じゃない予定があるの。アイムスの気になってた。そう貴重なお店、二人で行けてよかった。そうなの、テレビでそう特集してたみたいで、それでメイクさんも知って私に教えてくださって、うん、楽しかったんだよ。え本当にずっと行きたくって、私このために本当頑張ってたんだなってちょっと実感できた。やっぱ私ってかき氷が大好きです。私ネギトロも好きだけどやっぱりかき氷もそれぐらい好き。パズルハリネズミに足跡さんありがとう。シルダルトムさん日向坂さんありがとう。アリさん、うん、幸せだった。でもさ公式プロフィールにさなんか書けるかな、なんかさネギトロなんかさかき氷もすっごい、でもさ大好物いっぱいあったらなんかちょっとさ一途じゃない女みたいになってさ、どう思う、みんな的にはかき氷も追加してもいいかな。次はちょっとパシュちゃんがかき氷これ美味しそうって送ってくれたんですよ。だからそれを一緒にちょっと食べたいね。ママがミステリーの動画を、うん、もうずっと見てるらしい。めっちゃ面白いらしい。あ、ごめん、ガチャンやっちゃった。あ、本当？いいかな。じゃあ来年は、来年追加してもいいかな。かき氷。かき氷は、でも趣味かもしれない。かき氷を食べることが趣味かも。え、でもね、大好きなんだ。宮崎のおじちゃんさん、たい焼きありがとう。私さ、全国のかき氷を食べて巡るっていう企画ないかな。宮崎のおじちゃんありがとう。タイムファイヤーさんも、鈴木秀和さんも、フォーユーさんも、宮崎のおじちゃんも、フォーユーさん、若葉ちゃん、かわいい、ありがとう。ガッチさんもありがとう。タカミーさんもありがとう。私パシちゃんの彼女だって思ってます。でもパシちゃんは彼女がいっぱいいる。鈴木さん、日向坂さん、タガケイさんありがとう。かき氷、ほうじ茶さんありがとう。かき氷に失礼か。じゃあ書く。え、かき氷日記いいね。私さ、うさぎ屋サロンさんもさ夜空いてるっぽいので行きたいなって思ってるんだ。コンコン、シルダル、カニフミオ、氷ありがとうね。ほうじ茶さん氷ありがとう。真冬とかも年がら年中食べてる、年中無休で食べてるんだ。真冬とかもうそのために厚着してるみたいなもん。かき氷食べて寒くなるのが好き。うん、食べたい。伊達っちさん氷ありがとう。美味しいものをいっぱい知ってるんだ。私さ、ショールームの動画撮らなきゃいけない。かき氷姫になりましたって。福ちゃんありがとう。眠たくなってきた。もう近い時、今日はフランフランに行ってきて、あのお部屋のいい匂いするのを買ってきました。
ゆうなんとお揃いにしました。でも実はあかりちゃんさんと遭遇して、あかりなんかスタイルいい、もうモデルさんってぐらいスタイルいい人がいて、誰だろう、ちょっと行こう、ちょっと行ってみようと思ったらあかりちゃんさんで、そうあかりちゃんさんもこの匂いを部屋に飾ってるみたいで、私もちょっとお揃いにしちゃいました、勝手に。カエルさん白だるありがとう。そうめっちゃもうスタイルいい人だった。フランフランね、よかった。あ、お役目お疲れ様。確かに体冷えちゃうかもね、温めて。やばい、ちょっとやばい、あのあれかも、ちょっとあざといが出ちゃったかも。キャンディーさんありがとう、だるま温めて。そうまさかの、そうなんです、あかりちゃんさんとめっちゃ目立ってて、本当に顔ちっさくて首が細長くって体が華奢ですごい背高くって綺麗な人と思って、ちょっと近づいていってみたらあかりちゃんさんでした。でもそのお部屋のその匂いのやつはめっちゃいい匂いなので、ちょっとあの嬉しい、もう今もう飾ってるけど、なんとなくいい匂いがするような。小人さん汁だらありがとう。でももっといい匂いにしたいんですよね、温めて。そっとそっとって何、倒れちゃうってこと、温めてドキドキ。福ちゃんありがとう、シルダルスタイルいい、あかりちゃんさん。今度あかりちゃんさんのことを誘おうって決めました。でもヒンさんとも行きたい。でもちょっともう10月は9月はもう、ありがたいことに、本当にありがたいことになってる私のスケジュール。でも大阪のツアーとかですよ。首痛った。うん、シャルユーナちゃん、嬉しい。そうなの、一緒に今日かき氷食べに行ったんですよ。もうすごいユーナ話しやすくって、なんかほんと地元の友達と話してる気持ちで、私はすごいそれが新鮮で嬉しくて楽しかった。教授さんありがとう。すごいね、ずっといろんな話してくれて嬉しかった。サバトラ猫ちゃんありがとう。わう、ナナシさんありがとうございます。タコ小人さんも汁だる、サバトラ猫ちゃんも汁だるありがとう。温めてリクエスト欲しいね。そうです、あんくちゃんありがとう。そう、素敵な関係。なんかやっぱ同期はなんだろう、やっぱこの何、荒波を一緒になんか一緒になんか頑張ってきた、もうほんと戦友、戦友だった、戦友だから。なんか友達かって言われたら私はもう心強い仲間なんだけど、なんか3期の子はね、なんだろう、ユーナのはなんかもう地元の友達って感じで新鮮で楽しかった。小人さん汁だるありがとう。ストーチの貴様さんも汁だるありがとう。でもすごいなんかもうすっごい楽しかった。チョコソースとか食べたい、靴かけて食べたいよね。まにゃーん、ね、ようやく3期生でひーちゃん、浜田響ちゃんとかもう私のこと好きって言ってくれてるらしい。嬉しいよね、だから嬉しくて。草間津ヒップさんありがとう、シルダル。そうなんかリチャ、清水梨紗子ちゃん、リチャもう
私のことを好き好きって言ってくれるの嬉しい。そう、気使わない、いい感じ、すごい楽しかった。かき氷屋さんね、12時半とかに着いて、まあ15分ぐらいで入れたのかな。でまたあの15分経ったら来ました、かき氷。でも面白かった、もうみんなに話せないけど、そうちょっとあるハプニングがあってねーって、また行こうってなった。小人さん、フォーユーさん、ありがとう、キューさん、福ちゃん、ありがとう。こっちの彼女、そう、この間完売だったの。私はイチゴを食べた、頼んだ。ユーナンはマンゴー&パッション頼んでた。なんかミルク系じゃなくマンゴー系頼むらしい。だからそう、でも次はティラミス、ティラミスいいねってなってる。だから私もティラミス頼もうって。たっきょん、三つ目がさん、ありがとう。リコチルドレン、リコチル、リコチル、リコチルしてるよ。なんかいっぱい食べたいんだよ。この日行けないかな。で、ワクワクなんです。雪帽子もいいよ。え、みんなにメールで送るよ。じゃあ今から。私さ、本当にちょっとショールームの動画撮らないとってずっと言ってるじゃん。撮らなきゃ。今日もうこのここで撮るけ、かゆっ書いちゃった。元フレンチシェフが手掛けるかき氷屋さん、 I'm Snow。 ポンタさん、ありがとう。小人さんも、てっけんはシルダル、イソジのてっちゃん、イサオチ、ありがとう。フォーユーさんも、成田なしも、ありがとう。そう、もう一緒、リコチは、リコチさんはもうかき氷一緒に食べてくれる人だったらもう一室みんなと一緒行っちゃう。だからかき氷もし一緒に行こうって言われたらもう絶対一緒に行っちゃう。これだな。埋まっちゃう？ダメだよ。DD じゃないよ。かき氷一筋だよ。え、私一人の一人の友達としか遊んじゃダメっていうこと？ともさん氷ありがとう。マサッチさんハートありがとう。フォーユーさん、小人さんありがとう。福田さん、それ以上春雨スープ、私のチコさんの私の忘れ物。忘れ物スープえ、うん、今からツーショット送ろうと思ってた。もう今送ろうとしてた、やばい。トモさん氷ありがとう。ナナシさん、タコちゃんありがとう。今送ろうとしちゃってた、やばい。私を束縛しないで噛んだしてた。ヨシさんハートありがとう。私さ、絶対さ、なんかわがまま、わがままな彼女になりそうみんなの今から送ろうと思ってた、やばい、急がないと。
優しい、かわいいなんて。これから、え、あざとい、あざとくなってる。あざとさが何パワーアップしてるって。ウケる。わがまますぎて疲れちゃうよきっと。え、なん、やっぱなんかいい匂いだよ、キャタクリ。あ、俺はタモシだけど、タモシが好きよ。あざとかわいい。特に今日は、特に今日はだってもうご機嫌だもん、かき氷食べれて。だってもう超幸せだった、超幸せ。かわいいリコチ楽しいです。かき氷食べてかわいいの大更新していかないとね。洗濯しなきゃ。わ、七七さんありがとう。あ、ミ絶対間に合う。早っ、ありがとうね。お楽しみに。ミキちゃんハートありがとう。すごい、七七さんタコありがとうね。ゆうちゃんハートありがとう。雪帽子のバイト、え、確かになんか雪帽子結構なんかあのなんか忙しそうだからいいかもよ。やばい、背中がずっとかゆい。かき氷いっぱい食べたい。私ね、絶対ね、東京のかき氷絶対食べるって決めてるから、絶対食べるって決めてるから。東京、東京、え、東京のかき氷ちょっと調べたら絶対出てくるよね。できた。なんで東京のかき氷かって言ったら、東京のかき氷が絶対に美味しいから。え、暗くなってきた。もうあれします、洗濯。ちょっと洗濯物さ、ちょっとぐるぐるしてきていい？さすが。
構ある。かき氷ふわふわのところとかサラサラのところとかシャリシャリってしたところとか、ふわふわサラサラサクサクが多いかな。トロトロもありかな。え、めっちゃいい匂いなんだけど。やっほー、ただいま。ふくちゃん、クジラちゃん、ありがとう。ふくちゃん、小人さん、シルダルありがとう。トモさん、ハート。え、次に映るときはきっと着替えてるはず。え、なんでわかったの。すごい。え、シルダルのホステル嬉しい、えらい。一緒だ、会いに行きますさん。ありがとう、ふくちゃんも伊藤さんもミキヤくん、フォーユーさん。でもこれ着てる、上着着てみた。好きあらば理石。マシャさん、ストーチの様さん、フリマルさん、フォーユーさん、福ちゃん。14分理石スタート、やばい、3分間。福ちゃんありがとう。小人さんもありがとう。雨降るかな、電波悪い。タコミさん、ルースさん、ありがとう。ソニーさん、ありがとう。フォーユーさん、洗濯物干せていいね、いいね。ありがとう、ただいま。顔なしパーカー、え、顔なしパーカーなくした話ってしたっけ。私がレッスン、あ、え、話したよね、帰ってきたよ、顔なしパーカー。そう、前のお役目現場で、そう、この顔なしパーカーどっかやっちゃって、やばい、ないって思ってマネージャーさんに連絡して、じゃあ次の日届けますみたいな感じになった。そうね、この調子でやることやってこう。ここら辺本当に片付けないとダメって思ってるけど、メール送りたい、みんなに。今日私どんなのしたかみんなに教えたいんだもん。
メールはいろんな自撮りがあるよ。メールさ、だってさ、みんなに全然送れてないから。りょうさんありがとう。そう、どこにあったの？なんか冷蔵庫の横っちょ。間違い探しする、少しずつ変化していくの確かに面白い。めっちゃドッキリ。小指だけネイル面白い。そう、あ、冷蔵庫の中に入れればよかった。匂いは？あ、セーフセーフ。なんかでも人の匂いですね。私の匂いなのかな。わあ。ちょっとなんかまだ、え、ここに来てまだ洗濯してないのか。そうだ、だからちょっとなんか、ちょっとなんか自分の匂い、なんか深い匂いがする。小人さんありがとう。やっほあ、バリーさんありがとう。スーデスさんもありがとう。ねえ。ありがとう、シルダル。福ちゃんもバリーさんもありがとう。ノロスケさんもありがとう。アニラ参加したい。いいな。どこであるんですか？え、なんか私の体の匂いがするような気がする。ユーゴリンさん、ハートありがとう。だるまの嵐。え、アンダーライブもどこで開催されてるんですか？広島？バリーさん、フォーユーさんありがとう。セーフ、アウト。セーフ。なんかあったかいよ。バリーさん、フォーユーさん、シルダル止まんないよ、ありがとう。ストーチの久間さん、マイシー、福ちゃん、タコミさん、あ、大阪ツアーだ。あ、かぶってる。そんな、タコミさん、福ちゃんありがとう。シルダル横あり、すごい。なんか乃木坂46さんってアンダーメンバー、なんだろう、その表題の選抜以外のメンバーをアンダーメンバーって言うじゃないですか。そのアンダーメンバーのライブもあるのが私はすごいなと思って、
そんななんか選抜ライブなんてないじゃないですか。でもアンダーさんはアンダーさんですごいライブしてるから、あーいいなーってそう思ってる。バリーさん、渡辺さん、シルダルありがとう。今日は早寝早起き部になるよ。早寝部だよ。でも明日は遅起き部だよ。え、なんかちょっと今日実は頭痛があって、そう頭痛いなーと思ってたんだけど、もうなんか治った。やっぱかき氷食べたらさ治るんだよきっと。かき氷食べなきゃ。人たちの磯間さん、バリーさんありがとう。なんなんだろうね、でも結構体調崩してる人多いかも。渡辺さん、バリーさんありがとう。橋本ちゃんちも福ちゃんも。お日様おじさんかわいい、ん、お日様おじさんかわいいが過ぎとるで。くどーって。シルダレありがとう。え、一番いい薬だよね、治ってよかった。ちょっとなんか緊張型頭痛っていうか、あのそのちょっとなんか普段のあれが出たのかな、わかんないけど。バリーさん、ズーデスさん、お日様おじさんありがとう。シュウさん、バリーさん、福ちゃんありがとう。逆を行くのかな、確かにかき氷食べると逆にキーンってなるもんね。確かにコロナもインフルも確か流行ってるもんね。シルダルたくさんありがとう。小人さんもバリーさんも、あ、水分不足もあるかもね、かき氷が効くのかな。確かに水分不足の頭痛もあるよね。いっぱい飲もう。飲み方の癖。バリーさんありがとう。あ、冷やすといいタイプの頭痛か、なるほどね。リコチにとってかき氷ほんと病気のワクチン、ワクチン。うわー、あ、危ない。福ちゃん、バリーさんありがとう。小遊さんありがとう。ナーマンの影響もあるのかもしれない。横浜アリーナすごい。バリーさんありがとう。ペットのむせた大丈夫。確かに気圧の変化とかちょっと結構最近ドタバタバタバタしてたからかな。今日はねオフだから。肩もんでよみんな。いや、さっきはもうコンプライアンス違反な言葉を言おうとしちゃった、危なかった。バリーさん、福ちゃん、ワタロンさんありがとう。ラジオアリンコさん、ラジオネームアリンコさんもバリオ、バリオさんじゃなかった、バリーさん。福ちゃん、お話し会で揉んでほしい逆に。お話し会でファンのみんなに揉ませるのやばい。あ、アウトです、アウトです。あ、敵になる、えらい。ちゃんとみんなは後先考えてて。バリーさんありがとう。ね、牛尾さん、牛尾さん、牛尾紗理奈さんは、あの私はなんかもう聖母のような、日向坂さんの聖母のような方だなって思ってて、もうなんかずっと頑張っていらっしゃって偉いなって、かっこいいなって思ってたから、いざ本当に辞めるってなって、あって、あ、ごめんなさい、頑張ってたんだなって思いました。コンコンバリーさん寂しいよね。ふくちゃん、オタクの意見です。バリーさん、ズーデスさん、ビッグポスさんありがとう。疲れた、押しすぎてありがとう。なんでそんなに押してくれるの、ありがとう。バリーさん、シルダルちゃん、たくさん、うん、出らっしゃい、たくさん。疲れた、面白い、いっぱい押してくれてありがとうね。あー、肩叩きしたらトン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 ってなったらいいのにね。肩叩き
されたい。私もみんなも肩たたきされてほしい。あやとくんありがとう。シルダル、シルダル嬉しい。シルシルシルダル。眠たい？私もさっき眠たかった。投げ疲れやばい。今メール送ってるんだけどさ、めっちゃじわじわするから楽しみにしてて。福ちゃん、ハラカラさん、ありがとう。小人さんも、リョッピー、リリリさんもありがとう。肩たき 1.2 倍か、面白い。カニグラタンさんもありがとう。ねえ、シュウさん、ハーさん、ありがとう。小人さんもミキヤくんも、福ちゃんも、ハラカラさんも、ジージーさん、ジージー、元ランディさん、シルアロさんも、ありがとう。おりちゃん、なっちゃん、コンコン、フォーユーさん、ありがとう。お疲れ様です、みんな。めっちゃじわじわ来るから。ナンバーワンさん、福ちゃん、シルダルありがとう。大好き神崎渡郎さんもハート。シロアロさん、ペンライトありがとう。ありがとう。感謝の気持ちも 1.2 倍だね。え、謎の落書き。ナンバーワンさん、福ちゃんありがとうね。いってらっしゃい。今日お話し会なんですね、乃木坂46さん。今日何歩歩いたんだろう。7000。はっ、日向坂さんなんだ。いいね。わあ、いいねいいね。みんなし優しいって。オタクやー、私もオタクしたい。かわちゃん、シルダルありがとう。これはイヤリングだよ。あ、そうなんだ。うん、かき氷食べた。
タイムファイヤーさんもシルダルありがとう。メールもう5通目だ、寂しい。ルンルンさん、たい焼きありがとう。私も握手したい、みんなと。え、ねえ待って、本当にめっちゃいい香りなんだけど。はー、ショールームの動画撮るか。え、私ね結構提出物が溜まってきててやばいんだよ。あれ、どこどこ、あった、ショルムの動画明日までだ。今から撮ってもいい？なんかいる。なんかいる。アナウンス。ショールームの動画撮りましょう。うん。福ちゃん、明石家さんまさん、福ちゃん、しゅうさん、明石家さんまさん。嘘、これ無音でったら絶対伝わるでしょ。え、なんか虫っぽいのいる。私もうさ、虫が湧いてんだよね、うち。もうダメだ。明石家さんまさんありがとう。くにちゃんも確かに6月くらいに撮ってたショールーム用の動画。あれ撮ってたっけ、公開されてないっけ。シュウさんありがとう。マジ悲しい、そんなの。たかゆうさんありがとう。虫は虫っすよ。そうね。え、でもさ、めっちゃどっかに湧いてるんだろうなって思わん？怖くない？たかゆうさん、シルダラありがとう。殺虫剤いるね。何色の虫？ちっちゃい黒い虫。ちっちゃぐろ。ちっちゃぐろやばい。ちっちゃい、ちっちゃい黒いです。小映え、え、マジか。公開されてなかったらショック。どんなの撮ってた？サナギあるってショックだよ、そんなの。わっ、のぼちんさん、バリーさん、こびとさんありがとう。ねずおさんも、たかゆうさんもありがとう。あ、メール来た、やったー。こびとさん、しゅうさんありがとう。本日のトゥードゥ、ショールームの動画、お片付けもろもろの宿題。なんで知ってるの？本日のトゥードゥ、マジお片付け、マジお片付けよ。福ちゃん、バリーさん、うん、やったね。窓を開けたら虫は入ってく、確かに。ナナジさん、タコありがとう。よかったよかったね。保存して保存して。のぼちんさんありがとう。大劇、氷も、福ちゃんもありがとう。え、もうこんな時間なんだね。早く、あと1時間後にならないかな、楽しみの予定。あと1時間後に来るの。確かに水回り、多分水回り、私めっちゃ汚いもん水回り。バリーさんありがとう。でもここ最近の目標として水回りめっちゃ綺麗にする。
ショールームのツイッターで再度投稿していただける部分になりました。この度初代花火職人になりました工藤莉子です。ん ?30 秒から1分程度自己紹介、どんなことを配信しているのか。今ショールームで撮ろうとしてた。福ちゃん、バリーさん、ありがとう。てかうるさいね。水回りから来たのかな、発生したのかな。掃除機かけてない。何が湧いてるの。ハプニングは言えないんだよ、残念なことに。みんなにも一生言えないから。お、絶対今虫いる。このあれで撮ろう。バリーさんありがとう。メイキングっぽい。シュウさん離席。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤莉子です。私はショールームをめちゃめちゃ頑張っています。わ、バリーさんありがとう。福ちゃんもありがとう。かき氷は飲み物です。ショールームの肩書き渋滞中の工藤莉子です。もうどんなことさ、離席のプロでしたよね。結構自由な配信をしていて離席をすることも多々あります。撮ってる最中こっち見んなってさ、前回盛り上がったの懐かしい。玉ねぎおじさん、バリーさん、汁だるありがとう。あ、この画角いいかも。皆さんこんにちは、やってみるよ。自由に配信しています。なんか例えば朝家出るまでに焦りながら準備するところも配信をしながらやっていますとか。だから忘れ物は一度もしたことがなので、コメント欄で忘れそうなものをみんなが教えてくるので、忘れ物をしたことは本当にありません。スタナーさん、シルダラありがとう。いいじゃんね、R、ちょっといいじゃない。確かに映ってたらやばいかって、撮り直しになったら悲しいからやめちょこ。じゃあこれでいってみるよ。やばやばい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 。充電が 10%。 じゃあこれでいこう。やばい、バリーさんありがとう。シルダル、やばいやばい、充電が 10% になっちゃった。行くよ、みんなやるからね。私、福ちゃん、小人さんありがとうございます。じゃあ行くから、みんなやるから。福ちゃんありがとう、大切な時に充電が。待って、みんなやるからね。たい焼きかぶったよ。そう、じゃあやるからね、みんな。いきます。皆さんこんにちは、ショールームの肩書き渋滞中の工藤莉子です。この度花火職人に皆さんのおかげでなることができました。ありがとうございます。私はいつもすっごく自由な配信をしていて、朝お家を出る前に準備する配信をしたりしています。その時はコメント欄でみんなが忘れそうなものをコメントしてくれるので、一度も忘れ物をしたことがありません。
いつも助かっています。私はショールームは夢を叶えられる場所だと思っています。なんとこの度初選抜に選ばれました。嬉しいです。これからもみんなと一緒に夢を叶えられるように頑張っていきます。 ST48 の工藤理子でした。バイバーイいいんじゃない。もうワンテイク、ワンテイク、小人さんもうファーストテイクじゃない。これいくよ。私こんな声なん？目泳ぎすぎてるけどいいよね。もういいよね。これで公開収録。みやちゃんハートありがとうございました。間違えた、ありがとう。福ちゃん、小人さんありがとう。かわいい声。私タイムファイヤーさん、バリーさん、あー確かにもうちょっと言った方がいいか。バリーさんありがとうございます。まあ確かになんか ST48 の工藤理子ですって。確かに福ちゃんありがとう。確かにシングル表題曲の初選抜にって言いたいよね。確かにみんなのちょっとそれを幕踏まえてもう一回行くわ。バリーさんありがとう。行くよ、行くよ、行くよ。行っちゃうよ。皆さんこんにちは、 ST48 の工藤理子です。この度花火職人になりました。ありがとうございます。私はいつもとっても自由な配信をしていて、朝お家を出る前に準備をするという配信をしたりしているんですけど、みんながコメント欄で忘れそうなものを教えてくれるので、一度も忘れ物をしたことがありませんいつも助かっています。私はショールームを夢を叶えられる場所と思っています。なんと ST48 10枚目シングルの初選抜にも選んでいただきました。ありがとうございます。これからもみんなと一緒に夢を叶えていけられるように。コンジョット、もう一回撮ろう。しかもなんか小映えがさ、やっぱり飛んでるって。やだやだ。もう一回、もう一回。三八さんありがとう、ミキヤくんありがとう、ユウくん、バリーさんもありがとう。さっきのは59秒だった。今のは47秒。ちょっともう一回、もう一回、もう一回いこう。やらかした、やらかしたもう一回いこう。え、もう小映えやだ。小映えさんどうしたらいいの。小映えにポンみたいなやつ。よし、いくよ。うわ、メロンパンさん優勝ありがとう。テイク3いくよ。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。この度花火職人になりましたありがとうございます。私はいつも自由な配信をしていて、朝お家を出る前に準備をしたりするしてるんですけど、小映えがまた来たし、ダメよ、来ちゃう。もう一回、もう一回、テイク4。皆さんこんにちは、 STU48 の工藤理子です。この度なんと花火職人になりました。ありがとうございます。私はいつも
自由な配信をしていて、朝お家を出る前に準備をするだけの配信をしたりしてるんですけど、その時いつもみんながコメント欄で忘れそうなものをコメントしてくれるので、一度も忘れ物をしたことがありません。いつも助かっています。私はショールームを夢を叶えられる場所だと思っています。なんとこの度 ST48 10枚目シングルの初選抜に選んでいただきました。これからもみんなと一緒に夢を叶えていきたいです。よろしくお願いします。いいのでは。いいのでは。撮影は横。10枚目シングルに初選抜として選んでいただけましたの方が良かったけど、まあ、あ洗濯物、まあいっか。10枚目シングルの初選抜に選んでいただけました。いいよね。いいんがいいんが、大丈夫でしょ。まあまあ肩書き渋滞中欲しい？いいよね。お、ショルムの動画です。もうもういいよ、もういいよ。ぽゆさんありがとう。ホワイトチコガチありがとういいね。みやちゃん、メロンパンさん、福ちゃん、なべなべ所長、ありがとう。やっぱさ、小映えニポンみたいなの買わないとだ。小映えナンバーワンさんありがとう。小映えやだ。よし、できたよ。洗濯物干すか。しゅうさん、福ちゃんありがとう。母さんありがとう。いやいや、これはもうツイッターでだよ。マルルチェックが入ります。小映えホイホイ、え、小映えホイホイするわ。どうもメロンパンさんありがとう。え、この後ちょっとめっちゃ部屋片付けるから。メロンパンさん待って、治ったかな。なんかさ、フリーズした画面がねえ。治った、よかった。ただいま、ただいまみんな。だからめっちゃ電源切ってやってみた。あ、メール届いたねえ。種類が合わないと全く効果ない。でも結構私お風呂排水口系かなり綺麗なんですよ。うん、また止まっちゃった。福ちゃんメロン、ねえ、また止まっちゃった。ただいま。おやぞさん、メロンパンさん、ゴリラさんありがとうね。小型ペンギンさんも、 A さんも、小人さんもありがとう。中ちゃんも
ありがとう。ん？にゃ。ねえ、また止まっちゃった。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。タタタタタさん。ねえ、戻ったかな。福ちゃん、メロンパンさん、ありがとう。え、メールの内容？じわじわ来た。ねえ、ありがとう。待って、メール読んでくれた？ショールームのサバかな。確かにちょっと暑い。小林が止めてるの。待って、え、メール届いた？じわじわ来る。え、調子いいかな今。ごめんなさい、すごいクソデカ咳払いしちゃった。ただいま。え、ただいま。届いた、よかった。今見える、よかった。なんかいっぱい触ったりしたらやっぱりサバ落ちるかな、わかんないけど。ねえねえ、洗濯物干さなきゃ。ねえ、私のさ配信ってひっちゃかめっちゃか、はっちゃかめっちゃか、へっちゃかもっちゃか、ひつきもつき。お得でした。めっちゃいい匂いだよ。のりすけさん、ありがとう。のろすけさんだった、ありがとう。あ、メール私めっちゃ送るんだ。そうか、でもバイ。七七さん優勝って、ありがとう。よかった、読んでくれた。しっちゃかめっちゃかか。しっちゃかめっちゃか。ねえねえ、今からお洗濯物干していくけど、しっちゃかめっちゃか。小人さん、メロンパンさん、ありがとう。タコに汁だる、このタコ。タコ食べたい。急に、やばいやばい、今急にピピッときた。タコ食べたい。やばい、やんねえに連絡していい？やんねえ。小型ペンギンさん、 NHF さん、シルダルありがとう。メロンパンさん、小人さん、ありがとう。ひっちゃかめっちゃか、これから、これからは私乙女になるから、私今から彼女になるんだ。誰の彼女かはもうみんな想像ついてると思うけど、まだ内緒です。メロンパンさん、 NHF さん、ありがとう。小型ペンギンさん、今から干す、待ってて。じゃあ私の履歴測ってて、あ、18時になった、よしよし。ひっつきもっつきもあるよね。全然開かない。あ、力強く開けたら開いた。もう夕方の空になってるよ。
夕方の空。洗濯物を抱えます、抱えています。このさ、気圧の変化エグいな。この私のお家の内部と外の気圧の何、それで窓開かないんだよね毎回。今もなんか変な音したでしょ、開けたらみたいな。問題です。しっちゃかもっちゃか言いたいだけえ、しっちゃかもっちゃかってこれだっちょうよね、みんな。語彙力増やしたい。あ、鳥さん、唐揚げにして食べたいなんて思わないよ。いくら私がこうすごいお腹好き好きマンだから、そんな風には思わないからね。え、私怖すぎるでしょ。そんな急に飛んでる鳥のこと唐揚げにして食べたいって言い出したらどうする、みんな。どうしよう、どうしよう。愉快だね。見てる愉快だね。なんかもうこの洗濯バサミぶら下げるやつ、洗濯物ぶら下げるやつ、洗濯バサミでもう機能してないんだけど、なんかもうちぎれてる。
と3つ。できた。やったね。ただいま。みんな、私8分も出席してました。あ、小町さんですただいま。優しい。リコチメール今申し込んできた。嬉しい。リコチメールはお得よえ、絶対お得だよ。分かんない。どうお得かって言ったら、私のこと好きです、好きでたまんない人はもうえってなっちゃうのでは。ただいま。はしもっちゃんハート。うっぽさんありがとう。はしもっちゃん、なしばたけさん、はるるんさんありがとう。うっぽさん、汁だれたくさんありがとう。白黒さんも、うっぽさん1個、みきやくん1個、ファファがない、ひっつきもっつき。え、ひっつき虫を広島弁でひっつきもっつきって言うんだ。なるほどね。1個結婚して洗濯物担当になって、一個かわいい、ありがとう。こまちしゃべらんね。あやささんハートありがとう。 NHF さんシルダルありがとう。え、履歴中って名前ついてるよ、めっちゃおもろい。マリーさん今履歴中なのかな。スマートさんハート。もう本当にさ、えっちらわいらのことエッチラってエッチラオッチラです。エッチラオッチラです。ひっつきもっつき、ひっつきもっつき、ひっつき虫のことなんだ。ストーチの下間さんありがとう。え、めっちゃもうさ、何が面白いかってさ、アイコネアとうなちゃんのさ、あれはほんとなんなん、落書きなん誰かの。もうさ、見つけた瞬間面白くてさ、えって、この何これ。ペトさん、フリマルおバカさんありがとう、ありがとう。てつぴさんもメロンパンさんも NHF さんも小人さんもありがとう。できたよ。いさおちー、はるるんさんありがとう。リコチメールと配信の二刀流してくれるの。私は二刀流よ。メールも結構さ、私好きだしね、え送ってるよね。いさおち、質問量も申し分ない、嬉しい。ただいまの言い方可愛かった。千の風に、やばい、めっちゃ面白い。みんなあのギャグ線高いよね、ほんとコスパ最高だって。あ、なんじゃもんじゃもあるね。そういう系のさ、人がべったりくっついてる時にも使うけど、ひっつきもつきはやめなさいって、あんたはほんとひっつきもつきやなって。嘘、リコちゃんのキッチンって何。メール読んで。イサウチハートありがとう。人、あー、アラビア語っぽいよね。リコチメール放置しないで。大谷翔平選手になってる。メールも配信も、デレンデレンデレン。私さ、ここの目の前のさ、通販のやつめっちゃ片付けてもいい？ガチで、これは本当に今からやらせてください。世の情け、通販も大量なの。でもみんなとのお話し会とか打ち上げ祭でこれ着たいなって。え、打ち上げ祭さ、去年はさ、すごいなんかあれだったんだよ、自分で衣装なんか選んだりしてたから、打ち上げ祭でこれ着たいなと思って選んだんだけどさ。小人さんありがとう。どうかな、トリコチになって。じゃあちょっとやってくる。
じゃあ今からのトークテーマ発表します。そうだな、みんなが時間の有効活用の方法。なにこれ、私これ頼んだんだっけ。私は時間の有効活用、本当にさ苦手ね。めっちゃくさ、めっちゃくさめっちゃくさ、なんじゃもんじゃの新しいゲーム、めちゃくさ。私ガチでヒンさんのこと焼肉に誘おう。あれ？かわいい、猫ちゃんのペン届いた。なんか特典通販でなんかプレゼントしてますみたいなやつで、猫ちゃんのペンお届け中みたいな。かわいいグレーの猫ちゃん、なんか茶色いひげの生えた猫ちゃん届いた。首輪つけてる。人んちの猫？首輪ついてるってことは人んちの猫ですか？めっちゃ綺麗になったよ。もうなんかさ、私さ一番人から言われて悲しくなるの多分臭いだと思う。なんか今ダンボールに対してめっちゃ臭って言ったけど、ダンボール絶対辛かったなって思う。だって臭くなりたくて臭くなったわけじゃないって思うした。そんなちょっと今チクチク言葉言った自分に悲しくなって、今のは別にやんなかった。急に反省。めっちゃいい匂い。全然気持ち気にならんかった。
しっちゃかめっちゃかにもならんかった。火つきます。やばい、ずっと言ってるよ、ひっつきもつきって。覗いた、みんなのこと。あとはヨガマットを片付けるだけ。ヨガマットね、敷いたまんまにしてたらね、ダメなんですよ。よいよいよっころばしでございます。よいよいよっころばしのお時間です。みなさんこんにちは。よいよいよっころばし コメンテーターの工藤理子です。今日もよいよいよっころばし楽しく進めていきましょう。みんなのこと見てる、伊勢慶中もみんなのこと見てるんだからね。見すぎ。ママからサプライズです。サングラスのサプライズ。ずいずいずっころばしよね、本家って。梅昆布茶もあるよ、私の今手に持ってるもの。
は常備しちょく。ありがとう、めっちゃ綺麗になった。見違える、やっぱ部屋は綺麗な方がいいね。見違えました。お、ご飯作って食べてる、いいですね。梅昆布茶、みんなありがとう。みんなのおかげでもうこの家にずっと居続けられることができるってぐらい綺麗。ケンタッキーさんありがとう。夜ご飯まだこれからなの、超楽しみ。ありがとう。サングラス、スリーグラス今朝26分いける。今朝の離席は26分。ウーポさんミラボありがとう。お日様おじさんハートありがとう。下打ちお日様さん、テイカーさん、タックーさん、タクーさんかありがとう。余裕よっころばし、監視してたよ。一個すありがとう。シロダル、シルダル、ホワイトアチコがなり楽しん、猫は猫で猫さん、キヨニーバディーズさん、え、しかもめっちゃいい匂いする、やばい。なり楽しんありがとう。もぐころさん、小町の部屋のゲストもぐころさん、なり楽しんさんありがとう。ダンボールもめっちゃ綺麗になった。ミッキーやくん、はしもっちゃんち、僕の名前が決まりました、近日発表、一家推し、すごいすごい近日発表らしいよ。キャッツさん、キャッツさん、おひさもおじさん、うん、キャッツさんたくさん、フリマロボカさんも13分離席スタート、やばい、結構してたんじゃない。ウッポさんミラボありがとう。キャッツさんありがとう、たくさんありがとう、コミトさんもありがとう。いい感じ、アラビア語っぽいよねあれ。みょんこ先生、みっつーさんありがとう。なになに、顔まんがいって匂いなのもしかして。みやちゃん、しょうさんありがとう。内緒、今日の夜ご飯は内緒です、またメールで教えよう。みやちゃんありがとう。ケンタッキーさんもありがとう。梅こぶ、梅こぶ、リコって離れるの、リコ、リセキコ、工藤リコ、またいないって言われてる。離席してる間にちょっと寝るの強い。ウーポさんミラボありがとう、ありがとうね、本当に。バリーさんも汁だれありがとう。離席中じゃないみたい面白い。汁だる、汁だるね、みやんこ先生、みっつーさん、あと1位になれたらさ嬉しいよね。よし、かわいい。これさ、へのかっぱっていうさ、私のお守りなんだけどさ、ここちぎれちゃってさ、へのかっぱがこんな感じになったんですけど、こうやってつけてる。知れだれ、バリーさん、フォーユーさん、福ちゃんありがとう。耳かけもいい感じ。入院中頑張って、私のために元気になって、それはあなたのために元気になってね。月ルナさんかな、ハーさんありがとう。チュパカブ、チュパカブ、チュパカブラ、かわいい。あんたったらほんとかわいいね。福ちゃんありがとう。へのかっぱちゃんちぎれちゃったの。福ちゃん、あ、もうこんな時間か。なってる、え、でも私もう終わったよ、ショールームの動画でしょ、明日までにだったから今日出せたし振り回したら、そう、大切にしてるの。確かにちょっとほげたっぽいかも。マーシー仮眠中ける、あれ寝ながら無遊病かなって知るならありがとう。カイさんもしもし、でもやっぱり、え、リコちゃんに似てるって、似たいんだけどこの顔になりたいそう、可愛がり方、トゥードゥ、じゃあトゥードゥチェックね、まずまずでしょ、洗濯物、ショールームの動画、お掃除、おお終了終了。のんちゃん、モアイさん、フェリスさんありがとう。
夜な夜な振り回してそう。バレた？あ、ふわふわ、ふわふわ、尻尾もふわふわ。うん、でもちょっときしむかも。へのかっぱちゃんはね、ちぎれたから夢が叶ったのかな。でも結構前にちぎれてた。これはでもあの頃は、あの頃の2年前か、2年前の10月あたりのなんか、あの山口、熱血テレビの山口県のあの神、お寺神社でお守りがいっぱいあるってお守りを選んだ。これがへのかっぱ。かわいいメイク変えた。うんうん、何も。でもかき氷食べたから、あ、ごめん、消えちゃった。かき氷食べたからちょっとかわいいかもしれん。そう、人形カミカミ。お酒飲めば煮る。やばい、物理的に赤くならないかん。でもこの子丸くてかわいいからずっと丸くいってほしい。そう、鈴ついちゃうよ。もうやめろー、かわいい。私の愛情を今こうやって入れた。パクパクして入れるの、愛情を。可愛い、本当にこの子にはもう一目惚れしたの。見つけた瞬間、この子欲しい。りょちゃん、たこちゃん、ありがとう。みんなのことも振り回してる。こうやってチュパカブラもこうやって振り回されるし、みんなも振り回される。やめ、やちめろさん、ありがとう。ハート、独特かも。ショウさん、ハートありがとう。カバンこれで大丈夫だよね。お財布もあるし、かわいい。これも超お気に入り。モケモケしとる、わかる？モケモケしとる。ストレス発散の手段にしてない？ストレス発散じゃないよ。リコちゃんはストレスして、ストレスないよ。え、広島のカッパ遠行って言うんだ。だから遠行橋町って言ったりするの？遠行橋町ってあるよね。カッパが出る川だから遠行川。じゃあ遠行橋町はさ、カッパが出るんだ。そう、モケモケしてる。モケモケモケケ。これもうお気に入り。もうモグコロに出会えて嬉しかった。私、遠行橋は遠行川にかかってる。そうなんだ。カッパは遠行っていうから、カッパーってみたいよね。人魚とかなんかそういうのってさ、日本の独特な文化じゃん。だからいつか会ってみたいよ。カッパ祭りってお祭り、やば、そうなの？楽しそう。私も参加してみたい。カッパ祭り、キュウリとか、キュウリの一本漬け多そう。キュウリの一本漬けって美味しいよね。てかさ、あのマジで、あのセブンイレブンの透明のパックあるじゃないですか。あれにピリッと辛キュウっていうね、キュウリのなんかお漬物みたいなやつがあるんですよ。それがねめっちゃ美味しいから、みんなに食べてもらいたい。立ち上がり、まっすぐ進むくん、えらい。ハートありがとう。そうなんだ。中国、四国に伝わる伝説上の生き物、葉っぱの一種。そうなんだ。そう、辛キュウ、
そう、セブンのやつ見てみて、めっちゃ美味しい。私大好き。ウッポさん、フォーユーさん、ありがとう。それで得られる栄養があるの。うわー、ウッポさんありがとう。フォーユーさんも汁だれありがとう。な、今から楽しみなんだ。でももうそろそろお家出るかな、私準備するかな。謎の落書き。モロキュー好き。キュウリってほぼほぼカロリーゼロだよね、あれ。でもまたちょっとキュウリ食べたくなってきた。キュウリ買おう。どこ行くの？楽しみな予定。じゃあ今から行ってこようかな。忙しいね。楽しいよ。ルンルンだよ。本日第2部。そうね。りょちゃん、ハートありがとう。カッパだ。じゃあ行ってくる。楽しんでくる、ありがとう。やっぱパリパリした美味しい、ちょっと辛いきゅうりが好き。辛っ、ピリピリ辛。じゃあ39位から、わたあめさん、リリリさん、ありさん、のりみおさん、草原の住人さん、ぼやっきーさん、大好き、かんずきわたろうさん、パズル、ハリネズミ、あ、肉球さん、おへそさん、サボトラネコチ、ダダダダダさん、フォーユーさん、いさおち、あやとくん、ようくん、小型ペンギンさん、マーシー仮眠中、成田の新、千葉に移動中、のぼちん、ホワイトはチゴガチ、おひさまおじさん、離席しとる間に蒸しパン2個作れたで、やばい、めっちゃ面白い。ナンバーワンさん、ソニーさん、ハルルンさん、フリマルおばかさん、1個、タイムファイヤーさん、なべなべ所長、タコミさん、N2F さん、おひさま、ストウチのおひさまさん、コンコンさん、キャッツさん、そして本日の秋元先生枠は、はしもっちゃんち先生です。ありがとうございます。ウッポさん、メロンパンさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はナナシさんでした。ありがとうございます、ナナシさん。第2位は福ちゃんでした。福ちゃん、ありがとう、じゃん。そして第1位はバリーさんでした。バリーさん、ありがとう。1位嬉しい。あ、小林がいた。仕留められなかった。ちょっと急に急に、マジマジ急に意地悪。ありがとう。ぜひぜひこれからもいろんなメンバーとさ、いっぱい一緒にいて思い出作っていきたいよね。福ちゃん、ありがとう。ヤッシーさん、ナンバーワンさん、ありがとう。キム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 チする。リコチブラックリコチ、ちょっとごめんなさい、小林ハンター仕留められなかった。ブラックリコチ出ちゃった、危なかった。ひろちゃん、としさん、もしかして中身。ありがとう、みんな私の配信見てくれて。手のダメージめっちゃでかい。バディさん、ありがとう。うん、ありがとう。配信に集中できる。ごめん、もう終わる。バディさん、お疲れ、ありがとう。じゃあ皆さん、じゃあえい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 、おつっこりでいきましょう。バディさん、おひさまおじさん、蒸しパンいいな。私そういうあれ、休日過ごしたい。ありがとう、 N2F さん、バリーさんも。じゃあそれではいきますよ、せーの、えいえい、おつっこりー。ありがとう。あ、夜もしたいと思ってる。帰ってきたらできるかな。ちょっとだけしたい、寝るまでに。いさおち、ありがとう。ありがとう、みんな、汁だるも嬉しかったです。えいえい、おつっこりー。じゃあねー、いい子にしてて、行ってきます、健やかに。またね。キャンドルさん、ありがとう。じゃあ行ってきます。ゆうてんさん、ありがとう。じゃあね、またね。